見た目で好奇にする者たち、カモミゲノン、カモミゲノン、きっといつか驚いてしまうぜ、カモミゲノン、カモミゲノン。エビです。本日はよろしくお願いします。
何周回っても君との距離はまだ変わらない。あんたらは何も手がつけれなくて、バカバカバカ分かっていたらやめた方が楽になることを、バカバカバカ頭の中君のことでいっぱいなの。聞き比べてもらえたらなと思います。まあそういった楽しみもあると思ってよし、じゃあちょっと、次の曲に行きたいなと思います。次の曲はあれだよ、あれもちゃんの部屋にすごい私お世話になってて、もちゃんの部屋で私のこと知ってくれたよって方いてますか？あ、いてる。あ、でもそんなに、そんなにですか？なんか今はね、もっちゃんの部屋で知ってくれた方の方が多いのかなと思ってたんですけど、そんなことなかった。YouTube でね、YouTube 東京の方でよく撮ってくれてる方がいるんですけど、その人に向けて作った曲を次歌おうと思います。マインという曲なんですけど、なんだろう、恋愛にかけてなんか、なんで私だけを見ていてくれないのっていう感じの歌詞を書きました。よかったら聴いてください。こびりついた嫌い感情潜めては、苦しめる思い何かがたまりゆく、近くなればなるほどに抱いてしまう、君の特別な存在になれないことを、毎度じゃあ私だけを見ていてくれないの、私だけのものに塗りつぶしたいのに、他の人に向ける笑顔を眺めては、少しずつ心が黒く染まりゆく、振りをすればするほど開いてしまう、君の特別な存在になれないことを、ワイドじゃ私だけを
Thank you.
最近もね、新しい思い出ができたんですけど、まあ、まず一つずつ言うと、まあ、1個目は私ね、2歳からスキーをやってるんですけど、もうめちゃくちゃやんちゃっ子でさ、まあ、スキーのリフトの上で寝るとそう、寝るのよスキーのリフトの上で寝て、なんか起きたらさ、地上にいるみたいな、そう、落ちたことがあって、で、私が、そのリフトがね、だいたいこう安全バーっていうのがあるんですけど、その安全バー、まあ私が落ちたおかげでね、みんなね、そう、安全にね、安全バーついたんですよ。もともとなかったんですけど、そう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 、正義のヒーローなんです、私。で、あともう一個はね、去年かな、もう私、冬がさ、すごい疲れちゃうんですよね。今日もちょっと、さっき東京から来て、ちょっと、って感じでちょっと気が抜けちゃってるんですけど、まあ、冬ってさ、寒いからちょっと疲れやすいじゃないですか、目とかさ。で、まあ、私去年とか路上ライブね、この冬寒い中でやってたんですけど、もう疲れて眠たくて、乗り換えして、次の駅が私の最寄りなんですけど、あ、まあまあそうあるんですけど、あ、喋れんな、今日も喋れん、ごめんなさいそれで、まあ、乗り換えして一本後に降りたらいいのに、降りてすぐ帰ればいいじゃないですか。もう疲れすぎて、とりあえず終点まで寝ようと、じゃあ寝て終点まで行くんですよ。で、もう一回折り返して帰るみたいな。あれ、みんな全然受けてくれへんやん。なんかもう本当ね、冬がさ苦手なんです私。で、最近の思い出が、あれなんですよ。渋谷にね、この間お友達とちょっと飲みに行ったんですけど、飲み帰りに、まあ、一人でスクランブル交差点をね、こう歩いてたんですよね。で、お酒は入ってる。で、めちゃくちゃファーストラブが今流れてるんですよね。で、ファーストラブ流れてる。で、みんなさ、渋谷って誰かと友達と一緒に歩いてたり、まあ彼氏彼女とさ、も歩いてるやん。なんか、もう私、寂しくなっちゃってさ、すごい。もう一人で渋谷は歩くものじゃないなと思って、まあ、冬の思い出はいろいろあるんですけど、みんな何かありますか？なんかない？みんななんか今日あるじゃないですか？やっぱ月曜日やから、月曜日は絶対ありますよね。明日仕事やなとか絶対みんな思ってるでしょ。もう私も思ってますありがとうございます。どうしようっていうことでね、まあこの後ファストラブを歌おうかなと思います。ちょっとその前に、いつも私同じような曲ばかり歌っちゃうので、1曲新曲をね、持ってきてます。ちょっと間違えるかもしれないんですけど、ちょっと新曲歌ってファーストラブを、このライブの中で歌えたらなと思います。